ウーマン。ちゃんた三色ってことですかね。もう絶対漫画にしてやるマンだ、これ。ちゃんた三色ドラドラか。か。チュンドラドラ赤。チュンドラドラ赤か。まあ、いつも思うんですけど、ふとしは本当に欲張りさんなんですよ。そうなんですね。ふとしなのに。いや、いいんじゃないですか。まあ、いいのかな。なんか見た目はね、ひょろひょろっとしてるんですけどね。そうそう、あの見た目はだってこんなに、なんてファニーフェイスですよね。はい。なのに欲張りですか。不思議ですよね。うん。元太さんも結構こうファニーフェイスじゃないですか。童顔な方だと思うんですけど。あ、ありがとうございます。どう、あの麻雀の質としてはご自身で分析すると、僕全然欲張りじゃないですね。あ、そうなんです。あ、はい、テンパですよ。あ、テンパだ。七ピン。これはシャーをポンしてうまくテンパにたどり着きました。内川スッチーピン。さあ、これ何してるんですか。ウーソー捨てます。ウーソー捨てます。じゃあここでチューンをポンした時は3900で許してやろうと。そうですね、はい。さあ、内川スッチーピン、太子がイーシャンテン、場は沸騰しています。やだね、なんかこの遠い仕掛けが多いタクって、はい、もうやりづらいですよ本当に。うん、あっちこっち見なくてはならない、はい、もうどっちか一箇所にしてよって思ってしまいますね。こういう手はしっかり決めたいですよね、内川としても。8000手の方中の直、あー引いたよ。これどっちでも上がれますよ。いや、これね、この急走が危ない。ああ、いや、打っておかしくない。打つか。まあ、でもね、もう降りるっていうのがあるけど、どうだろうな。いや、これ6急走だって内川に通りそうだし、太子にも通りそう。さすが。えらいやんけ。えらいやんけ。一番欲深そうな男が一番謙虚でしたね。ねえ、素晴らしいな、このストップは。これはお見事。欲を削ってる。一番欲深そうな人、欲深くなさそうな人が欲深くて、一番欲深そうな人が欲深くない、はい、見た目だとそうですよね。白鳥さん一番欲深そうに見えますよ。確かに金髪だし、はい、うん、あ、それでも危ない。それでも危ないか。もうなんかね、これどれも打たないっていうのは、いやー、もうね、てか9杯ない、これない、ないないっす、ね、ないです。マンズ全滅なんで、うわー、これ6球差になっておかしくない。うらえしのぐねえらい。本当に頭下がる。守備力が本当高い。これ太子に6球差ある。あ、でもしかしたら内側にもあるかもしれないですもんね。泣く直前のね、はい、いいパイの感じとかで、ね、感じ取った可能性はありますよね。なるほど、うん。あと一応ドラマタギだからウッチーにも危ないかなみたいな。危ないですよね。でも次行って進んだらもう危ないんじゃないですか。親番ですよね。しかも1枚通れば両方通るやつなんで、いわゆる一筋ってやつですね、はい、6球走の。いやー、さあ2対2、内川もう負けられねんぞ。太子の仕掛けは端っこの地位、カンパーソー地位、ペンチーマン地位、はい、ソーズシチャー地球、マンズシチャー地球と地位してあります。でもなんか変なんですよね、最後パーピン出てきたんですよ。お、3色だったらパー889って8先に切りそうなんで。でもパー99ってことありません？チャンタですか？はい、チャンタはあります。それはありますね、はい。もし3色の時っていうのは、あ、そうですね、3色に絞れば8を2つ持ってる意味は、はいはい、役配統一っていうことになってしまいますね。そうですね。でも9ピンもね、9ピンとだから、何かのシャンポンとかも全然ありますから、自敗とかですよね、はい、やっぱり。あー、チーピン超えた、内川の間違い超える。これはもう降りるかな。4万抜いてますからね。うーん、アスカを抜いてるんですね、もうね。ただ降りる班も大変だな、これ。イーマンがね、筋だけどションパイなんですよね、これ。ローピン、さっき太子が通したところ。なんか細かいけど、あまり目立たないですよ、こういうね、白鳥さんの守備力の高さとか、やっぱさすがですね。いや、6球走打たずは見事ですよ。正直打っちゃうなと思いました、ね、9打ったら8000って言われますからね。いや、9の8000はちょっと膝から崩れて、対局会場1回出たいですね。1回出て外の空気吸って逃げはしないですよ、1回時間くださいって言って、ちょっと外の空気吸いたいです。さあ、太子チャンス。むむ、まあ続行か。どっちでも上がれますからね、これ。ローソーでも上がれますので続行。さすがだな。太
太地じゃない太子の町六甲、からぎりするとね、はい、いろいろ読まれそうなんで、ああいう時からぎりって持ってる牌を手から切る、はい、あ書いてありますね、積もってきた牌と同じ牌を手の内から捨てることと書いてありますが、はい、あれって効果がある時と逆に、はい、要はなんて言いますかね、効果がない時、今のはなんか損した時か、はい、あのチューン複数枚持たれてるように見えそうなからぎりだったんで、つもぎりのがいいなって判断だったんじゃないですか。なるほど。さあ内川パースを証拠の巣で捨てていく。六層は九層がなくなりましたか。あら白鳥のところに行きましたね。高めの九層はなくなりましたが、ローソー1枚、内川のスッチーピンも1枚、共に山に1枚ずつ、トン一曲出展してる内川としては決めておきたい手。ドラー切るポイ、6球層持ってきて打ちますね。どうやら2万ションパイ順目は太し、あとつも1回、ちょっと怪しいですか。怪しいですし、はい、まあ、あとは宝十字打点を考えてるんじゃないですか。うーん、あと、うん、これ本一に見えます。ちょっとさすがに見えないか、さすがに見えないな。うーん、ちょっと無理がありました、すいません。まあ切りますよね。うん、さあお互いツモ番あと1回ずつ、しのいだ内川、いや上がれなかったという見方もできる。チーマン、これもしのいだ太し、いや上がれなかったという見方もできる。お互いチャンスでしたからね。あー GP 吐いて両方上がれなかったってやつですね。まあ、これはもう、シアトリさんがもう急走ね、完璧でしたら、これ最後何切るかな。キューピン、キューピンはねシャンポン候補が全部消えてれば切れますね。あ相方とか例えば、はい、だからそれがあるのかどうかっていうのを考えてるんですけど、ハクとキューピンのシャンポンがまあ残ってるんじゃないですか。ありますね。うん、自敗で言うと、のうわースーピン8000。いやーここはがっくりとうなだれた白鳥。いやここは心を強く持つとこです。あの6球層止めれた男だね。これ結構多分来てると思うんですよね。来てますよ。今相当今グラッと来てると思うんですけど、ここ大事ですよ、ここ大事。松本が見てる、日向が見てる、そして大井も見てる。ここは踏ん張れ白鳥。ここやられちゃまずいっすよね。やられるっていうのは点数はやられちゃうかもしれないけど、気持ちは強く持ってほしいですよね。